ぷよぷよ。始めますよ。探しましたよ、アミティさん。あれ、アコール先生、何か用ですか？何か用ですか？じゃないにゃ。今日はアミティさんとシグ君が日直なので、日誌を持ってきてくれるはずでしたね。あ、そうだった。噂の影を探しに行くのに夢中で忘れてました。噂の影？秘密なのについ言っちゃった。あらあら、どういうことかしら、アミティさん。詳しく教えてくださいね。でも、まどろっこしにゃ。不要勝負で聞き出してやるにゃ。そんな。さあ、アミティさん、教えてくださるかしら。わかりました。噂の影って何のこと？実は少し前から学校の生徒の間で、見たこともない黒い影みたいなのがうろうろしてるって噂があるんです。今日はみんなでその影を探してみようって話になっていて。どうも気になるにゃ。先生、話してくれてありがとう。それで日誌はどこかしら？それは確かシグが預かっています。それじゃあシグ君を呼んできてくれるかしら。はい。先生。はい、日誌。シグ君、わざわざありがとうね。ところでシグ君も探しに行くのかしら？何のこと？噂の黒い影を。ああ、教えない。あらあら、どうして？もう、どうしても。まどろこしにゃ。ぷよ勝負で聞き出してやるにゃ。困った。さあ、シグ君、何を隠していたの？へえ、実は見た。黒い影。にゃんと。よだれ垂らして拭いてた。きっと珍しい虫。だから言いたくなかったのね。そう。無理やり聞き出してごめんなさいね。シグの他にも影を見た生徒はいるにゃ？うん。
話を聞いてみたいわ。呼んできてくださるかしら。あーん。先生、お呼びですか？リデルさんに聞きたいことがあるの。生徒の噂の黒い影のこと。え？リデルさんも見たんですね。見てないです。怪しいにゃ。本当は見たんじゃにゃいか？見てないです。あのまどろっこしいにゃ。不要勝負で聞き出してやるにゃ。さあリデルさん、本当のことを教えてくれるかしら。本当は見てしまいました。噂の黒い影、形がないみたいにもわもわしていました。それを見たとき、なんだかものすごく危険な予感がして怖くって。それで言えなかったのね。はい、すみません。話してくれてありがとう。クルークさんとラフィーナさんが捕まえるって張り切っています。リデルさん、先生は突然クルークさんの休養を思い出しました。クルークさんを呼んできてくださるかしら。わかりました。先生、僕に何か用ですか？急いでいるので手短だと嬉しいんですが。クルークさん、何をそんなに急いでいるの？先生に言えないことかしら。ドキ、何のことですか？模範的な生徒であるこの僕が先生に隠し事なんてするはずないじゃないですか。嘘の匂いがプンプンするにゃ。ひぃ、クルークさん、不要勝負で先生が勝ったら本当のことを話してね。うわレント、さあクルークさん、本当は何をしようとしていたの？仕方ないか。実は最近噂の黒い影が遺跡のあたりにいるってことを突き止めたんです。よだれを垂らしていたり浮いていたり形が変わったり、きっと新種の動物だ。捕まえたら僕は有名人だ。それで黙ってたのかにゃ。それで遺跡の方に行ったのはクルークさんだけかしら。あ、そうだった。ラフィーナも遺跡へ向かったんです。早くしないと。ダメですよ、
嘘をついた罰です。今日は寄り道しないで帰りなさいね。そんなラフィーナさん、こんにちは。先生、なんでこんなところに。まずいですわ。何がまずいのかにゃ。いえ、なんでもありませんわ。おほほほほほ。怪しいにゃ。そうだ、ラフィーナさん、せっかく会えたのですから先生とお散歩でもしましょうか。それはまどろっこしいにゃ。何か隠してるにゃ。不良勝負で聞き出してやるにゃ。なんですって。ラフィーナさん、様子が変ですよ。仕方ありませんわ。実は最近噂の黒い影を探しているんですの。いろんな噂が飛び交っていますが、私が思うにどこかの国の筋肉ムッキムキのたくましい王子様が身分を隠して放浪しているに違いないと思いますわ。ヒットライではなく手助けして差し上げてよ。ラフィーナさん、何ですか。そういえば筋肉質の黒いマントの人がお花畑にいるのを見たような気が。それって本当ですの。早速行かなくては。ごめんあそばせ。けど気のせいでしたって。あらあら、最後まで聞かずに行ってしまったわ。黒い影、胸騒ぎがしますね。何のことですか。あらあら、レムレスさん。おみゃ、立ち聞きかにゃ。とんでもない、散歩をしていて偶然ですよ。怪しいにゃ。何か知ってるにゃ。困ったな。ここはひとまずマシュマロ100個いかがですか。食べながら話しませんか。マシュマロはいらにゃいから。何をしていたかはっきり説明するにゃ。ごめんなさいね、レムレスさん、ポポイが聞かないの。あら。ということで申し訳ありませんが。はい、ぷよぷよ勝負ですね。レント、アンダンテ、
ソルフルジュクレランス。そんな、そんな、そんな。デントアンダンテクラウス。甘くないね。楽しかったわ。最近噂の黒い影についていろいろ調べていたんです。そうしたらあまりに星が騒ぐからフェイリーと一緒に黒い影を探しに来てみたらはぐれてしまって。それは心配ですね。フェイリーさんを見かけたら声をかけますね。よろしくお願いします。先生も気づいているとは思いますが、噂の怪しい黒い影、気をつけてくださいね。ありがとう。でも大丈夫、私は先生ですからね。先輩、どこ？レムレスが探していたのはこいつにゃ。星占いでは多分この近くのはず。ベイリーさん、何しているんですか？でも何かが違うわ。もしかしてこの奥かも。そっちには行っちゃダメにゃ。何、あなた？ベイリーさん、レムレスさんはここにはいませんよ。すべてわかったわ。あなたが犯人ね。レムレス先輩を隠してるでしょ。言い訳無駄よ。全部お見通し。何も見えていないにゃ。先輩と私の邪魔をする者は絶対に許さないわ。あらあら、ぷよ勝負よ。先輩、どこなの？先ほどあちらでレムレスさんとお会いしました。フェイリーさんのこと探していましたわ。早く行ってあげた方が良いのではないかしら。うん、先輩、私を探して行くわ、今すぐ。仲がいいのね。邪魔もいなくなったことにゃし、いよいよご対面かにゃ。そうしましょう。気になるわ、噂の黒い影。ようやく見つけました。あなたが噂の怪しい黒い影ですね。うん、君は？この辺りにある学校で先生をやっているアコールと言います。あなた、とっても変わった雰囲気を感じます。変わってる？そうかな。僕はただ面白いことが大好きなだけだよ。それは素敵。ところでねえ君、僕と楽しいことしようよ。どんなことですか？ぷよ勝負って楽しいよね。僕と一緒にぷよ勝負で遊ぼうよ。あらあら、お勉強したいのですね。わかりました、お相手しましょう。レッツぷよ勝負ですね。さあ始めましょうね。
ント。レント。アンダンテ。クラーズ。いいね。痛いな。レント。アンダンテ。クラーズ。痛いな。負けちゃったか。楽しかったわ。君強いね。あなたもとっても強いわ。気に入ったよ。それじゃあこれからも時々こうして遊んでくれるかしら。別にいいかな。ありがとう。そうやってちょっと見張るつもりね。ええ、そんなに悪い人ではなさそうだけど、生徒に何かあったら困りますからね。